会社は人を育てる環境を作ることが大切で、人を育てるということは個人の可能性を引き出すということ。人を育てる環境を用意してあげることで、個人の成長と会社が変化することを理解し行動してもらいたい。若年者定着支援実践プログラム事業。沖縄県は全国で最も高い失業率が続いています。この状況の裏には、若年者の高い離職率という要因が大きく関係しています。会社がコストと時間、労力をかけ人材を育てようとしても、多くの若年社員が辞めていく現実。このことが今多くの会社で大きな問題の壁として立ちはだかっています。せっかくこうスキルを持った方を育ててもですね、離職率が高くてですね、定着していかないとやっぱり企業としては損失も多いんでですね、頑張ってもらう予定だったのがやっぱり辞めていくっていうのはですね、大きな機会損失になっているというふうに非常に強く感じてました。企業側もですね、やはりその若い方々にその、夢と言いますか、本当にこう楽しいなっていうことを感じさせることが、できなかったっていうのもあるのではないかなということで、やはりこう模索しているところはありましたね。はい。こうした現状を打破しようと、若年者定着支援実践プログラム事業が立ち上げられました。人材育成や企業経営に強い多くのコンサルタントが何度も検討を重ね対策を練り、参加した16の企業の皆様にセミナーや指導を行いました。そうした取り組みを行ってきたコンサルタントの仲間さんに、若年者の離職の要因を伺いました。組織としてその若年者を育てるという仕組みを作らないと、やっぱり辞めていく人たちはたくさん出てくるだろうな。大事なのは会社の目標設定、あるいは理念とかビジョンとかっていうのもあるんだけど、それと個人の目標設定をいかに合わせきれるか、会社がね。でそれをいかに意味付けをして、その若年者と話し合う機会を何回設けてるかという。生き生きと働く若い従業員たち。彼らはやる気にあふれ楽しそうに働いています。今は楽しいです。やりがいはすごく感じてます。そう語るのは株式会社前高の従業員、永山さんです。彼女はこの会社で働き始めて3年、日々仕事を楽しみながら一生懸命に働いています。しかしそんな彼女も1年前まで本気で会社を辞めようと悩み苦しんでいました。一人一人がなんか孤立してるというか、上の人たちだけが何かをしようとしていて、下の人たちにはあまり伝わってなかった。何を頑張ればいいのかなとか言ってくれたら、頑張る目標が分かるんですけど、それをいきなり言われたりとかしても、まず目標が定まってなかったら自分たちも何をすればいいか分からないしっていう状況で、仕事はしてました。辞めた方が楽なのかな。そんな従業員たちの会社への不信感や不満は経営陣にも伝わっていました。どうすれば若手従業員たちがやる気を出し仕事に打ち込んでくれるのか悩んでいました。社長の中村さんにその時の気持ちを伺いました。今の子たちが
こらえ性がないとか、なんで仕事に対してそんなに簡単に辞めれるんだろうっていう不思議な部分はあったんですけれども、なかなかそれについて深く考えようっていうか、我々のスタンスは我々のスタンスでやってる中での比較っていうのが多分多かったかと思います。そんな時に出会ったのがこの若年者定着支援実践プログラム事業でした。この事業では各企業に専門のコンサルタントが派遣され、問題点を洗い出し、その改善のためのプログラムが組まれていきます。株式会社前高に派遣されたコンサルタントの古舘さんはこう振り返りました。酸素意識が出てくる課題がバラバラで、現場がなかなかチームワークが取れていないとか、上司とコミュニケーションが取れていないとか、一方通行の場が多いというようなことがあったんですね。やはり皆さんが今時点やる気が出ないということが共通してあったんですね。皆さんが目指す先が明確になっているということが一つ大事な要素じゃないかということで、各人の目標もしっかりなんですが、もっと大きい形で会社の目指す先があって、そこに対して自分がどう成長していけばいいかということが少しでもイメージ描くことがスタートなんじゃないかなということ。コンサルタントの古舘さんがまず行ったのが、新たな経営理念を作ることでした。これまで社長がすべてを決めてきた株式会社前高、しかし今回は会社内でプロジェクトチームを結成し、経営陣と従業員が一緒に作ることにしました。会社の核である経営理念を一従業員のプロジェクトメンバーにも考えてもらうことで、会社の進む方向性と従業員一人一人のベクトルを合わせていくこと、経営陣が従業員の意見をしっかりと聞くスタンスを会社に根付かせることが狙いです。またクレドと呼ばれる会社の経営理念を行動に移すための共通認識を作っていきました。これらを作っていく上で、議論するのではなく相手の意見を受け止めていく対話の手法を取り入れ実践していきました。さらに従業員らの意見がより出やすいように、プロジェクトチームはニックネームで呼び合うようにしました。これによりプロジェクトチーム間の関係性がフラットになり、一人一人の意見が活発に出るようになりました。行動に移す、できなかった、できたかのお互いでの確認ですね。3、名刺サイズにして予約フロントが一番目につく場所に、常に貼り出しておくです。こうした環境を整えることで、一人一人が活発に意見を出し合い作り上げたクレドが完成しました。クレド作りをやっていく中で、一番大切だったのが、その今現場で働いている人たちの意識とか、そういったものをどうやって、聞き出すかっていうところで、これはもう一人ずつ丁寧に対話し、そしてお互いの信頼関係を持つことによって、初めてそれが形になってきたかなと。やっぱ信頼し合うっていうのはすごく気持ちも通じ合うんだなっていうのを感じたところがすごく良かったと思います。このことにより経営陣と従業員との対話が必然的に増えていきました。従業員たちが今何を考えているのか、どんなことに不満を持っているのか、少しずつ見えてきたと中村社長は実感しています。また会社の方針や目標がしっかりと伝わり、従業員たちの気持ちに変化が現れてきました。従業員一人一人に目標がしっかりと見え始め、主体的に行動できるようになり、仕事の効率も上がってきたといいます。今は楽しいです。この人とのコミュニケーションも取れるようになったので、これがお客様にも表に出てきているので、やりがいはすごく感じています。会社の利益を伸ばすために
結果から追い求めるのではなく、従業員一人一人との関係の質の向上から着手した株式会社前高。会社は以前とは比べ物にならないほど活気にあふれています。社長自ら変わることで会社全体が一丸となった株式会社前高。今後さらなる躍進が期待されます。誰でも目を持っていて、誰でも成長の可能性を持っています。経営者をはじめ、みんなが少しずつ意識を変え行動することで、会社は成長へ向けて一気に変わります。若手の皆さんの考え方が変わってくれたっていうのもあるんですけれども、私自身ももっともっとこう、まあ部下あるいはその若手の方にですね、任せていかないといけないんだなということをですね、気がついたということだけでも非常に良かったと思います。いろんな話が出てきたということが、非常に良かったんじゃないかなということですね。私も良かったんですけど、若年者あるいはその管理職の皆さんもですね、そういう場が、ものを言える場がですね、あったということで、良かったというような話も聞いてます。それぞれ の, レベル、意識レベルがちょっと違ってたりとか、会社の方向性とかがうまく伝わってなかった部分とかが、ただこの事業を行うことによって発見できたんですよ。もうそれだけでもすごい良かったなっていうのを感じてます。でそれが一つのこのラインになることが、今回ビシッてまではいかないですけど、まだ期間が短いので、でもぼんやりながらも道が見えてきた感じがして、で継続してそういう流れを持っていきたいなって思ってます。そのスタッフがこう生き生きしてる、今まで見たことのないような笑顔とか、そのやる気みたいなのを感じた時に、やはりそのコミュニケーションであったりだとか、その、みんなで何かを考えて一つのこうテーマを持って、そのテーマをこう達成するには何をした方がっていう、耳を傾けるっていうことがすごく大事かなっていうふうに思いましたね。コミュニケーションですね。モデル企業若年者の声。行動することでやっぱり周りも巻き込んで、会社がどんどん進んでいってる、動いていってるなという実感はあります。まずは利用者さんを笑顔に、家族を笑顔にしていけたらなと思います。会社にちょっと新しい風をちょっと持ち帰ることができて、ちょっとコミュニケーションを以前より取れるようになったかなと思います。自分が変われば周りも変わるっていうことで、気づいたこと、周りからのアクションを待つだけではなくて、自分から行動していきたいなと思います。やっぱ一番はこの会社のビジョンを知ることができて、自分が今何をしたらいいのか、するべきなのかっていうのが分かったことで、この会社のビジョンに対して、もし自分がこれをやったら近づけるのかな、自分のためじゃなく会社のために何ができるのかなっていう考え方が変わりました。会社にもうあなたがいなければダメなのよって言われたいです。以前と上司の皆さんと、面と向かって話す機会が少なかったんですけど、今回上司の方が、自分の成長のために、思ってくれることをちょっと直接聞けたことが、嬉しかったことでもありますし、また自分たち若手も社員の皆さんも、上司のために会社のために頑張っていこうという一致団結した気持ちが芽生えたんじゃないかなと思ってます。ここに参加し始めてから、この人が正しいとかじゃなくて、社員みんなが何が正しいかをちゃんと考えるようになって、年上先輩関係なく自分が正しいと思うことを言えるようになったなと思います。会社がというよりかは、先輩社員、私たちが後輩を育てていって大きい会社にしたいなと思います。